今日も、屋外リモートスタジオからソーシャルディスタンスを保ってお届けします。メリークリスマス。お、コメントありがとうございます。メリークリスマス。はい、そんな感じで。はい、ちょっと移動中なのでね、ちょっと移動中の適当な駐車場に停めて、はい、ちょっとね、配信をしようかと思っておりますけども。はい。ということで、ちょっとタイトルをね、いつも通り書いてきて、今日ねちょっと用意してくるの忘れちゃったので、手書きで前回の使い回しで数字のとこだけちょっとね更新しました。はい、ウクレレ歴8ヶ月、杉本庵がお届けするほぼぶっつけ本番ツイキャスゆくってぽん第、69回、12月24日メリクリです。はい、いやいやいや、全然クリスマスっぽい格好してないんですけども、メリクリメリクリね。はいはい、いやいや、今日全然、さっきまでクリスマスの感覚が全然なかったのでね、ちょっと今日何しようかなっていうことで、何したらいいですかね逆に一応ね、今日やりたい曲があるので、ね、用意してきたんですけども、はい、じゃあちょっとそのやりたい曲先にやっちゃっていいですか。はい、じゃあ行きたいと思います。ウクレレが見えないです ね、この この新しく買った、ね、コルドバの、ね、ウクレレです。ということで、ちょっと練習していきたいと思います。30分間ほどお付き合いいただけると嬉しいです。いきます。ワン、ツー、ワン、ツー、スリー。ああ、間違えた。このイントロで分かったら。カバーです。だから嫌いだよ、こんな日に出かけるの。人がやたら歩いてて用ないのに、つるつる滑るんですよ今年は久しぶり田舎に帰るから、彼女に何か土産でもどんなもんかな。人の景色を忙しそうに、年末だから僕らお待ちに、今年も雪が降る、見慣れ白い雪が積もる積もる、あこな道がね、今年も終わるから、たまには二人で邪魔ものなしで少し話してのんびりして、ちょっとさっきなツルツル滑るっていうのは、このウクレレのボディが今日僕着てる服がツルツル滑る素材なんですよ弾いてるとね、どんどん移動しちゃってね、ツルツル
滑ってるんですよ。つるつる滑りながら演奏してます。まあね、あの MC も滑ってますけども、それ以上にボディが滑ってます。あれなんだっけ、あれだーそうだー、嫌いだよこんな意味でかけぶつけ本番、人がやったら歩いてて用もないのに、滑るな、服がもうね、服が滑るので、だんだん最初ここで弾いてたのがどんどんことがねずり落ちてましたけども、はい、失礼しました。ちょっと中途半端に踊っちゃったな。はい、こんな感じで、あの今演奏してた曲は、ユニコーンの雪が降る街という曲のカバーです。ぶつけ本番でやってみましたけどもあのね、すいません、まだちょっとあの上達してないんですけども、ね、寒いんですよ寒い、あの今日ちょっと昨日の方がもっと寒かったんですけども、昨日よりちょっと暖かいのでちょっと油断してきちゃっていました。で服もねちょっとこれ割とねなんだ薄着でも大丈夫な感じのほどほどの暖かさなんですけども、さすがにちょっとでもね夜になると寒いなと思ってね、あの話すすりながら歌っちゃいましたね、すいませんです、声もあんまり出てないし、はい、ね、ということで雪が降る街ですね。そうね、ところによっては雪が降ってるところも今日はあるそうなんですけども、今ここはね、神奈川県某所なんですけども、何にも降っておりません、はいということです、はい、あ、いやいやいや、なんと本当寒くなってきちゃったということで、いつもの通りほぼぶつけ本番とりあえずやってます。ウクテポン、69回目です。はい、ライブの告知をさせてください。ポップスパレード、ボリューム30、12月26日あさってです、土曜日です、はい、下北沢のモナレコードで、ハッピーエバーアフターというときわさんの、コラボレーション新作の リリースパーティーですね、はい、それに、出演します。僕とあとそのハッピーエバーアフターさん、時はゆうさん、そしてキャラウェイと、ミネコさん、藤島ミネコさんですね、はい、4組出ますけども、
そんなに大人数にはならないです、ね、僕自身も自分とあとパーカッションのね山田くんっていう人と2人で出ます。でこれ配信が決定になりましたね。はいはいあれはいはいじゃなくていえいえで配信ぜひ配信で見ていただきたいなと思います。まあ、会場にね来れる方は会場で楽しんでいただきたいんですけどもね、ちょっと不安だなね。また今日もちょっと東京ね感染者数が増えちゃいまして、でなかなかそういう時期なので、まあ、ちょっと控えたいなっていう人はぜひぜひお宅でねお家でご覧になってほしいなと思います。ね、まあ、今やってたウクレレをウクレレ中心じゃねえやウクレレ中心にしちゃうとちょっとだダメになっちゃうので、普段やってるピアノを中心にでウクレレでもちょっとねやろうかなと思っております。はい、ということで、コメントありがとうございますね。はい、配信決まりましたよね。配信はねツイキャスの、プレミアム配信を利用して配信するそうなので、ぜひそちらでね詳しくは何にもテロップ出てないですけども詳しくはなんか下のねそうだ、今やこれだ、ツイキャスは今やってるツイキャスは何にも配信何にもテロップつかないんですけども、YouTube これね後で転送しますけども YouTube では詳細のとこにね書いときますんでね、よろしくお願いします。はい、ということです。いや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 、ほんとでもぶっつけ本番でねユニコーンのカバーしてみたんですけども、ちょっとあまりにもね出来が悪かったのでもう一回やっていいですかねちょっとあまりにもちょっと出来が よろしくないので、はいね、ちょっと鼻水も少しずつ出てきますけども、はいということで、ね、ちょっとチューニングも変わるね、まだ新しいね、買ったばかりなんですよ。今日初めて見る方、これ買ったばかりのウクレレですね。今まではお下がり家に実家にしまってあったね古いウクレレを使ってたんですけども、ね、ちゃんと自分用にね買いました。自分用というか、まあ、ライブでも使えるように買いましたね。そう、なんか高くなるな音が。そう、ちょっと下だよ。あんま僕ウクレレ詳しくないんですけども、やっぱ気温でチューニングとかって変わるもんなんですかね。ドラムセットとかね、よく湿度で音が変わったりしますけども、ウクレレとかもギターとかもそうなんですかね。ああ高くなっちゃったぐらいだよね。あれ合わないな今日はね合わない日ですね。あれ合わないな大丈夫か？大丈夫？こんなの配信して大丈夫なのか？はい。OK。では、リベンジ。雪が降る街。いきます。聞こえてるの前に俺がまだ下手だな
は久しぶり田舎に帰るから帰れないね彼女になんか見上げてもどんなもんかな人も景色も忙しそうに年末あコメントありがとう聞こえてる？あよかったよかったあございます。最初よりだいぶだいぶまともになりましたけども、はい、あね、これもやりたいなライブで。でもちょっとねライブの結構時間がキチキチなのでね、ちょっとこれはライブでやりませんね。はい、ということでいつかちょっとねゆっくり披露したいと思います。はい、あとね新しくウクレレ買ったですけども、このウクレレでねライブのリハーサルをちょっとやってみたんですけども、ウクレレってあれなのね、音がちっちゃくてね他の楽器に負けちゃうんですよ、音がね、全然聞こえねえなと思って新しくねちょっとピックアップというものをここ買いましてね、ここに今ペタってつけてるんですけどね、アイリグアコースティックステージっていうね、なんて言えばいいんだろうね、ピックアップマイク、ピックアップマイク、ピックアップにもいろいろ種類があるんですけども、要するにマイクですね
あの、ね、直接音を拾うマイク、ね、あのエレクトリックタイプだったらここにあのシールド刺すあの、ね、あの線を刺すところあるんですけども、これは本当に何もエレクトロ要素が何もないあのウクレレなので、あの別個マイクを買ってここにつけました。ね、これでだいぶ改善されるはずだと思います。はい、ね、まあでも今はね、今日は一人でやってるので、ね、これあのつけてはいるけども、あのオフの状態で生音でやっております。はい、はい、生音で生放送で、ノーカットノー編集でやっております。はい、何もあの編集しておりませんね。ありのままのね感じで、少しも寒くないわという感じで、はい、ね、あと10分か。なんかリクエストとかありますかね。リクエストとかあります？特になければあのやりたいのやっちゃいますけど、うん、ね、今見てますよ、あのちゃんとあの視聴者がいるってことは分かってますよ。はい、なんかリクエストありませんかね。大丈夫かな。特になければ何しよっかな。 OK、 前回挑戦した、まあ、自分の曲なんですけども、テンダーブルースね、今日まだねこれちょっと練習してないんですよ、あの実は本当にあのこの後帰ってから練習しようと思ってたんですけども、ね、ちょっとねぶっつけでできるかちょっとチャレンジしてみたいと思います。いきますよ、ね、あの失敗したら笑ってやってください。最近君のことよくわからなくなった、大好きな音楽さえも聞かなくなりました、冴えない気分なら長い休みをとっていっそ永遠にそのままで、そのままで、こんなやわな気持ちじゃまたかき消されてしまう、そんな伝えなきゃこんなだろうさ、なくちゃお高いお金に登って君住む街見下ろして、そんな伝えなきゃ、そうなんだこさ、なくちゃ。最近世間では決まり事が増えすぎて、あーせっかくうまくいってたのに間違えちゃった。悪いことだとされました、与えない冗談も休みくそーなんてふざけたらそれきり、それきり、こんなおかしなことではもう沙汰されておしまい、でもなんか伝えなきゃ、でもなんかこさなくちゃ、古い椅子にも垂れてそっと目をつむりながら、そうなんか伝えなきゃ、でもなんかこさなくちゃ、簡単なとこ間違えちゃった。少し前からちょっとやり直します、すいません。ルーシーフォー、夢の中、あ一度間違えるとねドツボにはまるんですよねこれね。あ、とりあえずここまで
繋がったぞ。C メジャーセブンスから、E フラットメジャーセブンスね、いきます。夢の中放り込まれ、もがいてる海の中で進みたくて進めないよ。こんな調子じゃもはや悪夢は覚めない。中継でございます、ね。屋外リモートスタジオからソーシャルディスタンスを保ちつつ、ね、生放送生中継ねほぼぶつけ本番でなんかやってます。あ、はい、ね、まだ慣れないな、ウクレレちゃん。まあでもだいぶ、はい、だいぶね、できるようになりました。ウクレレのいいところってね、こういう風にね、まあね、僕がリモートスタジオ言ってますけども、車の中で全然練習できるんですよ。そもそもちょっと、ね、去年ね、ギター始めたんですけども、去年ギター始めた時に、イエーイ、メリークリスマス今日、そう、去年始めた時にね、ギター始めた時に、あ、車の中で練習できるかもって思って車の中に持ち込んだんですね。そしたら結構ギターでかいんだよねで、車の中で練習できない、家だと集中できないのでね、こういうね、野外でやりたいんですよ。車の中でね、全然集中できなくて困ったな。で、まあウクレレを見つけて、ウクレレを今年から始めたんですけども、まあ思い立ってちょっと車の中に持ち込んでね、こうやり始めたら、なんとね、車の座席にこうジャストサイズな感じ、ね、いい感じで小さく収まって、 ね小さくまとまってんじゃねえよって感じですけども、はい、小さくまとまってやれます。はい、小さくまとまって楽しめてますのでね、とりあえずいいのかなという。いや、今日もでもね、いきなり配信始めて、見ていただきましてありがとうございます。あとコメントも、あとスタンプもね、ありがとう。今日クリスマスのスタンプがあるんだね、ありがとうございます。じゃあ時間になりましたので、土曜日のライブ配信でぜひぜひチケットも販売してますのでよろしくお願いします。今日もありがとうございました。ではでは。